はい、どうぞ。こんなに広い場所があるんですね。ママ、すごい広い。犬が来てる。うわ、こうね。いいよ。これもう、あれだよね。青梅の方がいい。梅ジュースとか。うん。これとこれは違うの。種類が違うの。生産者が違うの。なんでこんなに値段違うんだろう、ね、サイズか、サイズの違いと、うん、2つ買っていっぱいつける。あ、こっちもう売れてるからちょっと安い、混ぜたら美味しそうだから、ちょっと売れ気味のとき、うん、断然あるね。来てる人の量も違う。作るな。力だったね。うん。すごいいろんな人がある。こんなに。何この色は。ね。いや。フラッティタイガー。甘そう。トマトだけでこれ全部トマトあるのか。すごいね。今日収穫したやつだって。うわ、美味しそう、綺麗。ここでも250円だって。夏や、バクンの大好きな、大好きな。もう時期は終わりなの。こっちはサヤエンド、こっちはスナップエンド。スナップエンドはもっと豆がしっかりしてる。違うものなんでしょ、種類。これがこうなるわけじゃないでしょ。今は厚木市にある、なんていうの、夢道っていうところに来てます。こちらの事務所からすぐ近く、初めて来てみました。こういう結構でっかい建物、地産地消の農協がやってるようなやつだね、きっと。いい感じに喫煙所があった。今時珍しいね、喫煙所でベンチまであるなんて。これね、すごいよろず屋のすぐ近くなんですよ。歩いても来れるぐらいだけど、よろず屋の前の道を、文化会館前の交差点、そのまま文化会館ラストの方へ
かって行ったところにあります。平塚のワクワク市場よりも広いし、品数も多いし、こっちの方が面白いかも。近いしね、家から。リンゴを見てるな。それはその袋に入る。そう、詰め放題なんだって。私の苦手な分野。苦手な分野だね。入れられないんだよ。大きいの選んじゃいがちだから、いっぱい入れられないよね。なんかこう、生産者さんに美味しいのどれって聞きたくなっちゃう。味噌米も白いけど、割って食べると美味しいのは美味しいですね。あ、そうなんですね。はい。あと、今、ここ。あと、もう1、2個。もっと伸びるんですよ。伸ばせるの優しい。伸ばしていいって言ってくれる。僕伸ばして。爪伸びてるから、バシンって穴開いちゃう。これを入れて、このリンゴで伸ばすんですよ。なるほど。リンゴを外から伸ばすような。くる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 。なるほどね。コツを。コツを教えてくれた。くるくるね。うん。そうっすね。あと、切れないもんだな。お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 。あ。これはもういい感じ。いける、いける、いける。茎太くて赤いのと思いがちだった。あ、この辺。そうですね。よし、よし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 、これで。これサービス。 ありがとうございます。そんなにありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。結局こんなにも、すごいね。もう12、3個入ってる。どうですか。これは美味しい。いや、チョコミントって本来こういうものだっていうのを初めて知ったよ。どういうこと？ミントの葉っぱがあったら、それ刻んで混ぜたらチョコミントとして美味しく食べれるね。あ、チョコ入ってなくてもバニラにミントだけでも美味しそう。ちょっと違うんだよ。お家でハーブを育てたい。ちょうど満開。こう元気のない椿。椿じゃないよ。私今椿まで言っちゃったから。椿っていうか、ツツジ。なんかこう穴の開いたツツジ。これ何なんだろうね、この藤の豆みたいな。豆みたいな。まあ、種なんだろうけど。これやっぱ自然だったら、この種でどんどん増えていくってこと。うん。インゲン豆。インゲン豆ね。アジサイらしいもの。すっかりアジサイだな。こんなに花びらいっぱいだったっけ。あっちのどこだね。これはよくあるね。これ同じ葉っぱ一緒だから同じだよ。種類の違うとこだな。ねえ、ここだけ全部同じだね。不思議だね。うん、入れた。